家好，我是ユナ。皆さんこんにちは、私はユナです。今回はテレビなどで放送してはいけない言葉、放送禁止用語を紹介します。放送禁止用語は基本的には差別や下ネタといった見る人にとっては不快な気分になったり、特定の人を傷つける要素を含んだ言葉になります。ですが最近は規制が厳しくなってきていて、その対象となる用語も日に日に増えていっています。中には、え、なんでこれが放送禁止用語なの？というものもあったりします。そこで今回は日本での意外な放送禁止用語を10個紹介します。女子供、文字通り女性と子供を合わせた言葉ですが、これは成熟した男性の目線から呼称したものです。つまり女性を大人に達していない存在として低く言った差別的な意味に取れます。足手まといになるという意味合いで使われることが多いです。例えば、簡単すぎて女子供にでもできることだみたいな感じです。うんちゃん、タクシーの運転手など運転を職業とする人のことです。これは知っている人も多いと思います。うんちゃんとは運転手を略したものに、子供や年下に使う敬称ちゃんをつけたもので、親しみを込めて使われることもありますが、多少の侮蔑の意味を伴って使われることもあります。運転手の言い方を比べた時に次のようなニュアンスの違いがあります。タクシーの運転手、ただ単に職業名。タクシーの運転手さん、丁寧語、当人や直接的関係者と話す時に使用する。タクシーのうんちゃん、少し見下した表現。このようなイメージがあることから、最近ではうんちゃんという人も減ってきたような印象です。 OL、 OL とはオフィスレディの略で、会社勤めの女性や通勤する女性を意味する和製英語です。 OL のイメージとしては、補助的業務を担当する一般職の若い女性社員を指すことが多いです。例えば、一昔前の働く女性が珍しかった時代は、コピーやお茶くみは女性の仕事、美しくいることが仕事など、今では差別と受け取られるような考えがまかり通っていました。本来の意味は、職業、年齢を問わず女性社員全般を表す言葉だったのですが、それらの差別的なイメージが定着してしまったため、2000年代以降は男女共同参画の観点から使用を控えるよう進めている自治体も増えてきました。英語ではオフィスワーカーなど男女の区別がない語が使われています。そのため OLという言葉自体が性差別につながるという意見があるようで、メディアではこの言葉の使用を自粛しているようです。似たような理由で言い換えられた言葉としては次のようなものがあります。スチュワーデス、看護婦、保母などです。外国人を意味する外人、これも放送禁止用語にあたります。外人にはもともと部外者というようなニュアンスがあり、身内ではないグループ外の人、よそ者、他人といったようなやや否定的な意味合いが含まれています。そのため現在テレビや新聞などでは、より中立的な外国人が使われます。片親、両親のうち父親か母親どちらか一方がいない家庭のことです。こちらも差別的な意味合いを含むため、テレビ業界などでは NG とされています。現在は母子家庭や父子家庭と表現されます。郵便屋、こちらは職業差別的な用語として放送禁止用語になりました。問題の部分は郵便屋の屋です。実は昔は何々屋
というと召使い的な職業でした。ご主人のために手紙を運ぶ郵便屋、クリーニング屋、料理屋などです。人に使われているという点で一段低い職業とされていました。現代ではそのようなことは全くないのですが、今でもそのような考えが残っている人がいるため NG となりました。なのでメディアでは次のように言い換えをします。郵便局員、郵便配達員。ただし会話の中では郵便屋さんということはよくあるので、個人的にはさんをつければそのようなマイナスなイメージはないように思います。同じような理由で魚屋、八百屋、床屋などは現在差別用語として放送できず、次のように言い換えられます。魚屋、鮮魚店、八百屋、青果店、床屋、理髪店。板前、日本料理の料理人のことです。まな板の前に立っているので板前と言います。これも郵便屋と同様、身分自体が差別の対象だったため NG となりました。そのためメディアなどでは次のように言い換えられます。板前、調理師。ただしこれも板前さんのようにさんをつければ身分ではなく商売を表すことになるので、差別的なニュアンスはなく会話の中で使っても問題ないと思います。気違い、精神状態が普通ではなく正常ではない行動をすること、気が狂うことなどの意味があります。メディアなどでは次のように言い換えをします。気違い、精神障害者。また別の意味で、ある一つのことに異常に熱中するという意味もあります。その場合、何々吉という使い方をします。例えば釣り吉といえば、釣り吉がい、釣りに異常に熱中するという意味になります。よくネット上では吉がい、マジ吉のように表現され、スラングとして使われています。アル中、アルコール中毒を略した言葉です。そこから派生して、お酒にだらしなくお酒で他人に迷惑をかける人のことを指す差別用語としてのイメージがつきました。アルコール依存症者を貶めるために使用することもあるため、メディアでは使用 NG となりました。なのでメディアでは次のように言い換えをします。アル中、アルコール依存症。名門校、学業やスポーツの実績、歴史などから優秀であると世間に知られている学校のことです。これはなぜ放送禁止用語になったのか調べても詳しい理由が見つからなかったのですが、一部の人に不快感を与えてしまう可能性があるため NG となっていました。ただし名門〇〇校という使い方は OK のようです。いかがでしたか？今回はメディアで放送してはいけないとされる言葉、放送禁止用語を紹介しました。実は放送禁止用語は統一されたリストなどがあるわけではないようです。テレビ局や番組担当者がその都度放送倫理に照らして、問題がある場合や視聴者からのクレームによって自粛や自主規制するようになっています。そのため過去には放送できた映像や言葉が現在では放送できないものがあったり、過去のアーカイブ映像や昔のアニメなどでモザイクがかけられたり音声が途切れたりすることがよくあります。また編集が可能な収録番組の場合などには画像や消音処理が可能ですが、生放送の番組などで放送禁止用語を発してしまった場合には番組の司会者が発言についてのお詫びをすることもよくあります。ですが何でもかんでも規制していってはテレビなどでは何も表現できなくなってしまいます。
確かに差別や抽象は良くないですが、規制すべきものとそうでないものはきちんと考えないといけないかもしれないですね。それでは今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。